どうも皆さんこんにちは、TDF 新人隊長のミグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。そしてこの早々の出落ちである。今回のステージは突入作戦フェーズ2。フォーリナーを探して洞窟の奥に入っていくと、そこはフォーリナーの溜まり場だった。四方八方から襲いかかる大軍に打ち勝つことはできるのか。ストームチーム、その位置はダメだ。通路が多すぎて守りにくい。そこで敵に襲われたら最後だ。移動しろ。ということで移動しながら敵を倒していくステージになります。このステージは敵が多く、そして一体一体が強いので大変ですね。こういう時には大規模爆発のロケランが誤爆に気をつければ。あれから1ヶ月の時が経過しました。私が生み出した攻略法をご覧ください。ストームチーム、その位置はダメだ。通路が多すぎて守りにくい。そこで敵に襲われたら最後だ。移動しろ。おい、なんで死んでないのに再出撃するんだ。これが私が編み出した攻略法、タス3チャート法です。スタートからゴールまでの行動をすべてフローチャート化し、タイムアタックの要領で攻略する攻略法です。もはやただの総当たりなんですが、まずはナレーションが始まる前に2回右にローリング、突き当たりの左に一発撃ち込んだ後にリスポーン地点をナパームで倒します。そして左右に一発ずつプラズマボンバーを撃った後はナパームのリロード時間を稼ぎつつ左方向へ向かいます。スピードラン .com かな。この攻略法のために持ってきた武器は A3 プラズマボンバー。圧倒的な爆破範囲、ダメージ量を誇る代わりに、リロード負荷の20発しか撃てないという諸刃の剣です。そしてもう一つは焚き火発生装置ことボルカニックナパーム。もはやこの実況シリーズで準レギュラーとなったこの武器、上層部ではマリサのポジション変更も考えられるとのことで。私武器に出番奪われるの。今回のステージではリスポーン地点から北東の位置の突き当たりに陣取りたいと思います。武器が武器のため至近距離まで近づかれると詰むので、レーダーとエイムでなんとか切り抜けたいところですね。到着しました。ここでいかに弾薬を節約しつつ耐えしのげるかが鍵になりますね。今回は本当に短期決着のステージなんだな。その分一度のミスが即ゲームオーバーに繋がるので試行回数はとても多くなります。ストームチーム、移動していないぞ。普通にストームチーム移動してるんだけどな。もしかしたら反対側にもっと広い空間があったのかもな。しかし今回はここがキャンプ地だ。焚き火を絶やさないようにし、命の火が絶えたんですが。ストームチーム、その位置はダメだ。通路が多すぎて守りにくい。そこで敵に襲われたら最後だ。移動しろ。最初の動きがだいぶ固定化されてきましたね。このゲーム絶対そういうゲームじゃないと思うんだけど。幸運なことに前方から敵があまり来ていませんね。それでも一応一発くらいは撃っていきますか。今までよりは周りに全然いないな。向こう側の大軍に気づかれていないようですね。ストームチーム、移動していないぞ。どうした。だから移動はしっかりしているんだよな。本部から見たら絶対誤差程度なんだよ多分。事件は会議室で起きているわけじゃないのに。そんなこと言ってたらやっとナパームが溜まりましたね。これで当分はこもることができそうです。旗から見るとこっち側が焼かれてるんだよな。あのさ、スモークチーズとか作るときってさ、炎を直接当てずに煙でいぶす感じじゃん。まあそうだね、バーベキューとかにあるやつだよね。今の私たちそれだよな。はははははは、あいつ笑い下手くそか。ストームチーム、何があった。無事なのか。無事は無事ですけど、まあ生きてるか死んでるかっていう判断なら無事だがな。正直早くなんとかしてほしいですよね。背中側の壁が崩れて外への道ができたり、失われし古代兵器が近くにあったりするんですよ。っていうかそもそも心配するならもっと増援をくださいよ。ストームチーム、すぐに応援が行く。諦めるな。だからなんで最初に応援を呼ばなかったんだよ。なんでいつもストームチームは一人なんだよ。なんなの、本部でもハブられてるの。だから自分一人なのにチームとか言われてるの。そうかそうか、このカラーリングがダメだったのね。赤と白という紅白スタイルがダメだったのね。一年中お正月を体現したやつとは地球防衛したくないもんね。団子一つ一つにパワーがありすぎる。これはまずい、誤爆してしまいました。どうやらこのステージには新しい雲がいるようで、多分目の前の雲がそうじゃないかと。うおお、残り806、いつの間にか354に。ここまで来てやり直したくない。リスクは高いがもっと密着してのナパームだ。これなら内側の雲もダメージののけぞりで攻撃できまい。レーダーを見るとだいぶ集まってきたな。残り241、回復アイテムはすべてナパームの外側。雲の糸に絡まれないよう祈るしかない。少し不安だから念のためのプラズマボンバー。これで多少はなんとかなるでしょう。そうそう、さっきの雲の話なんですが、どうやら金アリに続いて、金雲のようなんですよ。いろんなフォーリナーがメタリック加工されるんだな。残りアーマー208、これはかすっただけでも死にそうですね。あったよ、回復アイテム。これで多少の延命にはなっただろう。ていうか全然援軍が来ないな。本部の発表は大本営発表ですから、行動で示してもらわないと信用できないんですよ。
いつか私も正体を持ってみたいですね。ウィングダイバー部隊が欲しいな。対空要員に。そんなこと言っていたら体力も危険区域を出したな。このままナパームを撃ち続けますか。ということで無事にステージクリアです。結局増援は来なかったな。そろそろ労働基準法をこの業務にも適用してほしいですね。アイテムは集められなかったからしょうがない。それじゃあ今回はここまで。次回もゆっくり見てね。